こんにちは。第73世竹の内の月根、竹内睦です。これちゃんとマイク入ってんのかななんて感じで考えますが、こちら警視庁前です。よく映画相棒とかでも見ますよね。映画相棒で、いつも映るこの警視庁です。桜田門です。警視庁との関係はないことはないです。あることはある。実は僕、警察に一回交通違反で捕まったことがあります。なぜかというと信号無視です。八王子のど田舎で警視庁の警察官に捕まりました。あっこ実は警視庁管轄だったんですね。そしてなんとパトカーの中に4人の警察官がいて、私を取り押しました。取り押さえたんです。そしてやめろ、やめるんだってこっちは叫びました。そして強引に俺の指紋を取ろうとしたんですが、なんだこいつ、指紋が全然ない、指紋がない。私その時掃除婦をやってまして、どうしても漂白剤で落ちない時、剥離剤というのを使って剥離したから、指紋まで剥離したんですよ。だから指紋がなかったんです。指紋が取れないってことになって、警察官同様です。すごい動揺してました。でとにかく話せないって叫んで、いや話せない、信号無視でそこまでやるのはないだろうって、もうはっきり言いましょう。その時私はなんで信号無視したかというと、大です、大です、大です、もう限界来たんです。タッチションというレベルじゃないんです。大納言です。大納言との勝負だったんです。信号も無視するわ。私は人間の尊厳を守るとし、自分としての人間の尊厳を守るためにそこら辺ですることはできない。だからだからだから戦ったのです。人間としての尊厳を守るために大納言はそんなところではできないと、そういうことをやってはいけないと私は思いました。ということで警察官はその時切符を取らないでくれました。そんな状況だったのかと理解してくれました。警察官にも心がある人いるんですね。助かりました。警視庁ありがとう。